い、ご機嫌知恵袋のコーナー、はい、本日は野菜博士の佐々木さんです。よろしくお願いします。今年よろしくお願いします、ね、すみません、すみません、3月になってしまいましたけども、よろしくお願いします。いや、今年も素敵なブローチつけてます、はい、今日はですね、松内さんちょっと忙しかったので、新じゃがのブローチでこれ登場しましたので、はい、これブローチでいいんですか。ブローチです、はい、明日と明後日この格好で8万飲みに行きますので、今この瞬間世界中の中でもジャガイモのブローチしてるの佐々木さんだけだと思います。今世界で知ってると思います今多分。明日この格好で歩きますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではそんな佐々木さん、本日のお題は何でしょうか。はい、今日はですね、はい、新ジャガイモ、春一番の新ジャガイモやりたいと思います。春を感じられる新ジャガイモ、はい、出ました。やっと出てきたっていう感じで、これからどんどん出てきますけども、ええ、今日は鹿児島産の新ジャガイモを持ってきました。またでもなんかこうウイウイしい色してますね。でね、はい、新じゃがいもの特徴というと、はい、取り立ててみずみずしい、うん、で、あの皮が薄くて皮の近い部分に美味しさがいっぱいありますよっていうのだし、そうなんですよね。でなおかつあの、はい、じゃがいもというのはあのビタミン C が多いんですけど、はい、新じゃがは特に多い。あ、そうですか。ビタミン C の皮の近くにいっぱいあるので、ぜひ料理、新じゃがを料理するときは、はい、あの綺麗に洗って皮は剥かない。あ、ね、これはもったいないので皮ごと。そうですよ、ね、だから新じゃがやっぱ皮ごと食べられるっていうイメージありますからね、うん、それが大事です。ちびっ子たちも本当はこれなんか土ついてんじゃないのってちゃんと剥いてよっていうちびっ子いるかもしれませんが、綺麗に洗って美味しさと栄養を残してください。これは皮ごと新じゃがはそう食べるのがねいいんですよね、はい、じゃあ、今出て出回ってるじゃがいも、今日は北海道産の北あかり持ってきます。こちらは何でしょう。はい、北あかりですけど、これ秋に収穫して貯蔵してて今出回ってるんですけど、じゃあこれ半年ぐらい貯蔵半年経ってて美味しくないんですかというと、美味しい。そのね、また違う美味しさがある。あのね、はい、あのじゃがいもの持ってるでんぷんがね、はい、このずっとこうきて糖度とこうきてずっと時間が経って、はい、甘さがアップしてくる。でんぷんがまたちょっと甘さになっている。でこの芽がちょっとあの出る今、これがね一番美味しい、うん、甘さがある。ここが美味しい。美味しい。また美味しい。はい、でこれで肉じゃがなんか作ったらもう最高です。あの肉じゃがが上手にできる女の子は、はい、外れがないっていう。いや今このご時世ね、俺たちの時代ね、俺たちの時代ね外れはないって肉じゃが作れるでもそれでも作れ、うまく作れたらそれは誰にとっても嬉しいわ。ぜひね、うん、これで作ってみてこれはいいよ、はい、しかもなんか煮崩れもしてない、ね、やっぱこうしっかりしますよね、はい、で保存方法ですけども、はい、まず新じゃがいもの保存方法は、はい、ビニールから取り出して、そしてで新聞紙に包んでください。これだから保存方法、ビニールから取って新聞紙に包んで、はい、で冷暗所、この明かりとかに当てないこと、はい、明かりに当てない、はい、とね、当たると緑化して味が落ちる。緑化してまた芽が出やすくなっちゃうなりますので、緑化するので、絶対日に当てない。こうやって新聞紙にきちっと包んでくれる。そして冷蔵庫には入れない。冷蔵庫ではないんですね。冷蔵庫に入れるとね、低温消毒してやっぱり味が落ちますので、はい、でなおかつこの新じゃがっていうのは水分がいっぱいありますので、はい、1週間くらいで、はい、1週間以内には食べてほしいっていうところですね。そんな美味しさがあれですもん。なるほど。でもやっぱ新聞紙包んで冷暗所、はい、これがポイントです。このひねの方っていうか貯蔵品のじゃがいもはですね、はい、同じように新聞紙に包んで、実はもう一つ入れてほしいものがあります。新聞紙一緒に、何を一緒に、はい、これです。ここに、あ、じゃあこれここだ。これリンゴを入れる。リンゴと一緒に貯蔵、貯蔵する。ほう、それはどうしてですか。リンゴの持ってるエチレンガスが芽を出にくくする、はい、いやー出ました。芽を出にくくする。芽は出ますけども出にくくしますので、はい、美味しさがずっと長持ちしますので、はいはい、ぜひ貯蔵品入れる場合はリンゴを一つ入れ てそういうことですね、はい、また不思議ですけど、そういうものがちゃんと知恵としてあるんですね、はい、で、はい、今日の新じゃがいものおすすめ、はい、いいのがあるんです。いきますよ。お願いします。さあ、おすすめはこれだ。はいはい、新じゃがの塩辛炒め。いやー、なんだこれ、なんじゃこれ
ということで、はい、でもだってじゃがバターの上にね、そう、まあ、塩辛があるけど、これ炒めちゃう、炒めるっていうんですけども、いいですね、ぜひねこれやってみてください、はい、新じゃがを切ってレンジで3分加熱、はい、フライパンで揚げ焼き、塩コショウで揚げ焼きする、はい、塩辛とバターを入れてなお炒めると、どうなるか、どうなるか、さあじゃあじゃあを味見してみてください、もうね、香りすごいいいよ、香ばしい香り、いただきます。最強のおつまみでしょ、抜群、うん、抜群です、うまい、うまい、うわ、美味しい、ぜひね、やっぱでもやっぱじゃがいもの、うん、ホクホクだけじゃなくてちょっとサクサク感もあるんですよね、新じゃがだから、ね、その食感と、うん、ちょっとね炒めて香ばしくなったイカのね、美味しさ、これたまらんね、これ美味しいです、ぜひね、うまい、試してみてください、はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは佐々木さん、はい、最後にいつものよろしくお願いします、はい、さあいきます、はい、やめせぬ今日のテーマ、はい、はい、これです、大谷君に続け、ゆうたくん、絶対話題じゃん、川柳はこれです、絶対話題ですよね、はい、花嫁は肉じゃが上手な岩手の子、ここに繋がったで、ね、今日はねもう一つ、もう一つあった、もう一つありました、すいません、もう一つあった、はい、ちょっと待って、二つ目、はい、はいはいはい、二つ目のテーマ、はい、お嫁に来た、めっちゃその話題で来るやん、はい、これです、はい、彼が来る肉じゃが買いにデパ地下に、うん、あ、宮本くんのことを呼んでるわけじゃないですよ、あ、なるほど、急いで急いでね、あ、彼が来るからっつってそうです、宮本さんと僕の話題でした、はい、どうもありがとうございますということで、安原さん、佐々木さん、はい、またよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございました。